So what we're going to do now is we're going to see a video from Shono Yuriko. And then after that, we're going to hear from Uno Ishigama, who's the Japanese country contact for WDI. So Shono Yuriko is a historic figure in the world of Japanese literature, whose work has been translated into multiple languages. She has won several famous awards for Japanese literary fiction, including the Akatagawa Award. And the title of this talk is Cancel Culture in Japan Afflicts the Novelist Shono Yuriko. So thank you so much for this recording, Shono Yuriko. はじめまして、Shono Yuriko です。WDI の皆様、この度は世界に向かって、世界の共通言語で私に対する連帯を表明してくださってありがとうございます。そればかりではなく、この連帯の契機になりました Shono Yuriko発禁小説集を、あなた方のサイトで、に書影を載せていただき、検証していただき、ご紹介いただいたことを心より感謝しております。この小説は、日本文学者として初めてトランスジェンダリズムの危機を訴える内容を含んだものとなっております。伺いますれば、2004年イギリス本部のあるイギリスでは、ジェンダートランスジェンダリズムですね、トランスジェンダリズム、ジェンダー原理主義の危機が迫り、それ以後イギリスの婦人たちは、あるいは世界各地の婦人たちは、言うに言われぬ苦労を続けてこられました。今やっと夜明けであっても、今後もどのような揺り返しや困難が続くか分かりませんね。しかし、でもね、今ではイギリス全体が良くなってきたんですね。女子トイレの修復が公約になって実行されたり、女子スポーツに理解が示されたり、とうとう例の旅取得ジェンダークリニックが閉鎖になりましたね。日本のことを考えてみますと、過去にもね、世界中でサイドマイド事件があった。日本は薬害エイズ事件というのがありました。いずれも恐ろしい医療過誤ですけれども、しかし今回はそれが反差別、子どもの人権を守るという理念のもとに行われたということで、決して日本には上陸させてはならないと思っております。何としてもこのような悲劇は防がねばなりません、っていうものというのもですね、実は昨年前半に日本では LGBT 理解増進法という、その名ばかり、ね、総称するだけであって、その実態はまさにジェンダー原理主義の方に過ぎないという法が、オリンピックレガシーと、それからやはり反差別の美名のもとに国会上程されようとしたんですね、しかも、学術ですね、学者さんやその有名フェミニストの大半がこの法案に賛成していました。ラディカルフェミニストはもちろん反対したんですけど、日本ではリベラルフェミニスト、クィアフェミニストが圧倒的優位なんですね、この国では。人数もですけど、大学の先生とか、あるいはマスコミに出てる人、大手出版社から次々本を出しているような人は、ほぼリベラルフェミニズムとクィアフェミニズムです。この人々の多くが、中には前世紀からですね、有名な人で、売春合法化を肯定していたような人がいました。なお、マスコミにはその時点で言論統制がきっちりかかってました。ジェンダー原理主義者にとって都合悪いことは全てヘイトスピーチ、あるいは弱者を傷つけるなどの名のもとに報道されませんでした。女性スペースに関してもですね、日本では女子大生に混浴をさせる女子トイレをなくす等をですね、当然とする女子大の大物女性教授が今も優勢です。しかしそんな中で、差別をやめろという球団デモに抵抗して、一部の保守議員と市政の女性たちが協力し、この国会上程を阻止しました。
なので現在このジェンダー原理主義に基づく国宝はありません。しかし、自治体において東京や埼玉などでこうしたジェンダー原理主義を旨とする地方条例が成立してしまいました、うん、埼玉などはですね4000件を超えるパブリックコメントが寄せられて、その 87% が反対しているんですけれども、また当事者たちから反対の声が上がってるんですね。それでも強行されました。なのでイギリスは、夜明けでもこっちはまだ油断できません。とはいうものの、今このジェンダー原理主義との戦いにおいて日本には一つ、有利なことがあります。それはこの時代に逆行した思想の根本にあるゲイフォビアですね、日本の歴史において西洋ほど深刻ではないということです。で、一方その欧米のジェンダー原理主義というのは所詮そのゲイという事実に対する否認を含んでますからね、否認でできていると。で、それと同時に、現実そのものなはずの女性の体ですね、女性の身体の軽視、それから侮辱というものをエンジンにしてますね。これが支持される理由でしょう。で、日本は日本はというと、でもだけど男尊女卑ですよ。そして痴漢という言葉で有名になっています。それから性暴力ビデオのひどい国です。ひどいのがあるそうです。その一方でゲイ、女装、男装には比較的寛容です。だってゲイや女装や男装って何にも悪いことじゃないし、誰にも迷惑かけないですもんね。それで勲章を受ける女方、女装、歌舞伎の女方、勲章をもらったりしています。それから70年代からテレビでは女装タレントがすでに大人気でした。もうテレビの伝統になってます。日本においてはですね、多数派というのが仏教徒なんですね。つまりその宗教由来のゲイフォビアがない。で、肉体を非常に重要視します。肉体を超えられるのは、ブッダなどの偉大な存在だけと。例えば仏になるっていうか、肉体を超えるのに日本ではどうするか。昔の話ですけれども、生きたままご飯を食べなくしてすごい修行をしてミイラになるんです。即身仏と言います。こういうようなことが肉体を超える手段、ね、魂だけになる。そういうわけで現代の日本人はそんなことしませんけど、でもやっぱり死ぬとキリスト教徒よりはお骨とか遺骨とかですね、遺骸、その残った物質を尊重するんですね。で、その一方だから、現代人が肉体と分離できる魂の性別なんてなかなかピンとこないですよ。日本においてですね、ジェンダー原理主義とはただの外国かぶれであり、一般の人々にとってあまりピンとこない考えだということですね。カルトに染まろうにも宗教的な根本が違うということです。とはいえ、怖いことにこの外国かぶれはマスコミや学術、つまりエリート階層に固まっているんですね。なのでこのジェンダー原理主義が海外においてすでに非現実的かつ民意に沿わないと判明してしまった今でも、日本のマスコミはこれを隠していて、最先端の世界基準であるかのように振る舞っています。新世紀になってから日本の表現の自由は、昔はすごかったんですね、結構あったんですけど、日本の表現の自由はすごい速度で変化し続けています。そんな中、日本ではジェンダー原理主義に基づく表記により、男を女などと記述した新聞記事が出たり、性別記載なしで議員候補者の一覧が出て報道に欠落がある状態になっています。女の人が誰に投票していいかわからない。その他に憂いべきこととして、国宝もないまま地方条例だけで警察が動きにくくなるような事態もあり、教育現場でも医学的真実に基づかない子どもには理解しがたい教育が始まりつつあります。そんな状況でこの白金小説集を刊行するために私は苦労してきました。でもやはりそれは皆さんのお力で助けてもらってということです。市政の人々がリンクを貼り、ツイッターをツイートをし、この分も講演をしてくださる人がいました。
まあだから多くの人々の連帯でできた本です。版元も含めて、版元が一番。でも思えばこのジェンダー原理主義批判の入った小説を、私は実はなんかこれ以前の2006年にも書いてたんですね。それはあの近未来ディストピア、その中にあの実は今問題になってるあの売春の合法化ですね。しかも少女なんですね、作中では。自分をあるいはその少女だと信じた少女自認だけで女湯や女子トイレに入れる男性を書いています。しかしまああのその時代設定がですね、2060年でした。思いっきりその悪夢的に書いたつもりなんですけど、同じことがこんな早く来るなんてね、うん、まあ、まさかこんな時代が早く来ると思っても見ず、抵抗運動を始めたのはほんの3、4年前です。最初の頃などはあの LGBT 運動がですね、あのジェンダー原理主義に乗っ取られたものだと知らないで、でむしろその気の毒な弱者の集団と思ってました。従来の運動だと思ってたんですね。しかし、まあ、実際はというと、まあ、日本の性的少数者の中にはこの運動に反対している人がいっぱいいますよ。で思えばこれはあの腐敗してしまった新世紀の左翼のエセ運動なのですね。なお最近あの性的少数者に、まあ、保守派が多いということを知って私は驚いています。考えてみたら同性婚っていうけど結婚なんだから保守的ですよね、うん、しかし私や左翼の女性たちは、まあ、それ以前から共産党を信用していたので、まずいことにですね、あの共産党の方への請願をしばしば行ってましたね。あの赤旗寄稿者だった私は共産党から嘘をつかれて、手のひら返しをされ切り捨てられました。私と同じようにして声を上げていた女性たちは、野党支持者を受賞するネットの人々から、おバカと、のぐそをさせろと、女子トイレが嫌なら、顔に入れ墨しろ、収容所に入れろなどと言われて、中にはあの職場に来られたりした人もいるようで、これは大変困ったと思います。うん、またあの私は作家なもんですから、名前が出てますし、あの書店に本を置くなと、これはすごくしつこいです。あの小野の本を捨てろ、人間ではない、頭がおかしい、デマ、ヘーター、フォビアなど言われて、猫までヘイト作家の猫と言われて、あの版元にも書店にも雑誌にも、あの大半のところに一つだけを除いて嫌がらせが来ました。嫌がらせが来なかったのはこの本を出したところだけです。まあ、この私へのキャンセルや左翼女性たちが追い散らされるのも、やがてこれが世界趨勢なんだと気づきました。思えばこの、 あの白金小説集には男尊左翼という言葉が出てきます。書いた当時は日本特有の現象だと思い込んでいましたけど、しかし世界現象でした。日本の左翼政党においては女性議員さえも例外ではありません。むしろ先頭に立ってこのジェンダー原理主義を進めようとするんですね。例えばメール一本で性別が変えられると社民党の女性党首が平気で言うんですね。私が最初共産党に情報を届けようとしたのは、党の機関紙にこの件を載せて報道してくれるだろうという期待があったからです。しかし、いつしかこうなったら文学で報道するしかないという気持ちになりました。これは今までに他の問題、TPP 批判などで行ってきたものなので慣れていました。小説の中に危機を訴える情報を書き込むんですね。しかし、すでに行動規制が行われている状態では信じてもらえないばかりか、差別的だとも言われて、長編2つがボツとなり、次第に貧乏になってきました。可愛がってくれた親戚のおばちゃんからもらった貴金属や時計を売り、質屋通い、またカードでやりくりをしながら生き延びました。そんな中、ある日ふとこの貧乏を書いてみようと思いつきました。すると書いている時もまた自分で読んでみてもあの面白いんですね。担当者は喜んで掲載してくれました。あの日本では落語でも詩小説でも貧乏話というのは人気があります。この七夜七回ワクチン二回という作品を従来の読者もラディカルフェミニストも大変喜びました。またありがたいことに、貧乏になった理由や背景としてなら
少しはジェンダー原理主義の危険性について書くことを許されたんですね。そこで作中に WDI の旧称である WHRC の名前を出し紹介することもできたんです。でも結局はそこで終わりでした。ご存知のように私は WDI の会員ではありません。最初に初めましてとご挨拶したように今が出会いです。初めてですね。しかしこのあなた方の名前を見とがめて文芸誌の評論欄で私を不当糾弾する評論家が出てきたのですね。私はいわゆる純文学雑誌で仕事をし本を出して生計を立てています。そこの雑誌はすでにインクルーシブフェミニズムを標榜し私にはどんな依頼もなくなっていました。そんな私が自分の出身雑誌でやっと発表した貧乏話をそのインクルーシブ文芸誌でのまあ重用されているというかな、あのよく登場するようになったある若い評論家が糾弾してきたのです。本人のプロフィールには C、ハーと書いてあります。今まで見たことのない名前でした。でもズブの素人新人だって表現は自由ですよ。別に出来が悪いと批判するだけならあの立派な意見です。あの大丈夫です。しかし、まあ、持っている主義主張のゆえに禁止しようとした。そもそも私の主張はヘイトでも何でもないです。ただ事実です。ただの事実を言ってるだけなのにこれではまるで大敗芸術扱いです。っていうのも、まあ、相手はジェンダー原理主義批判の理論や事実誤認ではなくてですね、そういうちゃんと論争するんならいいですけど、ただ WDI の急所を主に認めて一番いかんのはそこらしいんですよ。ここは生物学的性別を主張するから団体だと言ってきたわけです。私の小説はそれ自体が優れていても認めるべきではないと、あの当時の私はあの物書きだけの、まあ、2000人ほどの団体ですね、日本文芸家協会の会報に、1000字ほどの短いエッセイを発表しました。国内で報道されない国内の事件、そして JKR の受難等の海外の事件をそこにまとめ、影響力のある書き手たちに届けようという質問、まあ、あの意図がありました。女という言葉が消されるのを危惧し、女性文学は白金文学なのかという題名をつけました。するとこの評論家はそのエッセイを読みもしないうちにネットでまだトランス差別と内容を一切知らぬのに糾弾してきたんですね。なおかつ文芸誌ではそのエッセイを読んだと称していましたが、ヘイト呼ばわりし、題名も内容も一切紹介しませんでした。私はその糾弾掲載誌に行動な記者系と題した短い反論を載せようとしたけれど断られました。理由はね、理由はあのメールをもらってます。女子刑務所における女囚たちの悲劇について書いてあったこと等も理由にされていました。この評論家はまたその糾弾の中で私に反省のためにあるハイデガー研究者というかハイデガーの本を書いているトランス女性が書いたエッセイを読めと命じてきました。ハイデガーはご存知のように哲学者第一のナチス協力者です。つまりその研究をしている人間は許しておくんですね。一方ただあなた方の組織の名を書いた程度でその書き手を内容も存在も抹殺しようとするというわけです。まあこうしてその年の年末にあのいつの間にか私の七や七回ワクチン二回という作品はこのようなご主張のある作品、主張です、思想心情と呼ばれ、あのやっと掲載できたその雑誌の版元から刊行できなくなりました。あの普通刊行しようと思って雑誌載せるんですね。よそに持っていくと怒るんですけどね。あのそこからデビューして私は、まあ、40年書いてた雑誌です。いろいろありましたけど今まででも、でもとうとう書けなくなりました。そもそも気がつくと古巣であったはずのその雑誌はすでにその活動家をも含む、ジェンダー原理主義者たちの舞台になっていました。かなりの分量で掲載されていて、私を糾弾していた若い女性の書き手もいつの間にか登場していました。なおその後私がこの版元から出していた本を、まあ、あの
他社から文庫化しようとしてっていうか、珍しくオファーがあったんですね。それで私を追放した人物の一人に出版の報告だけをしました。縁が切れてるんだから。すると急にその文庫はうちが出したいって言ってきたんですね。それで、だったらまず私に謝罪した上で、今まで書いていた雑誌に復帰させてくださいと言ってみたところ、それならばよそで出してくださいと言われて、そのままになりました。まあ、受賞して売れた本です。このような事情で、この白金小説、質屋7回、ワクチン2回を含み、さらにそのジェンダー原理主義の危険性について書き足した白金小説誌は、まあ、出すとこがあったんです。長栄社という、まあ、素晴らしく勇気のある、小出版社、地方の長野県の小出版社から出ることになりました。帯にも本体にも憲法21条、日本が誇る平和憲法の表現の自由と何よりも結社の自由を謳ったものです。これが、帯にも本体にもですよ、図書館から撤去されないよう、表現の自由を掲げました。この長栄社は、ネットではジェンダー原理主義者たちからヘイト出版社と言われていても、直接の苦情とは全く来ず、まあ、手紙とかアマゾンレビューでですね、むしろ少数とはいえ、深い感謝と声援に包まれていますね。またこの本は、日本中の大型書店に、現在普通に置かれています。ヘイト文を平積みにしないことで、有名な本屋でも平積みにしております。無論、まあ、例のジェンダー原理主義者たちは邪魔をしに来たんですね。例えば、書店の新刊紹介ツイッターに絡んで、まあ、だから、ちょっと遠慮しろというようなことを言ってきた。にもかかわらず、本はそのまま置かれて、その週、この時、絡まれた大型書店のベストセラー7位に入って、これは人文学の本では珍しいことです。大ベストセラーの人たちと並んでるわけですからね。で、まあ、1週間で重版が決まりました。で、まあ、これはやはりその真実の報道を愛する、そしてどんなに差別されても自分が女性だという現実から目を背けない方たちの、声援のお力だと感謝しております。また、この本の反響に関してですが、最初、新聞の反応はですね、大手3社が黙殺でしたね。朝日、毎日、読売。あとは極右系のですね、産経なども、黙殺してます、今も。で、まあ、これはやっぱり痛手ではあります。しかし、朝日はですね、この本の雑誌掲載時に朝日から絶賛された短編も入ってるんですけど、知らん顔してますね。そんな中で、東京新聞の、まあ、文芸コラムが反応してくれました。作品の小説性を称賛しつつも、その女性スペースの危機について知らせてくれたんですね。書いてくれたんです。新聞にですよ。で、この東京新聞っていうところは、非常にリベラルなところです。どっちかというと左ですね。で、まあ、ただし、その同じ文芸コラムにですね、その後、それに対する、まあ、反論が出ました。でも、その反論は非常に、まあ、感情的だったために、むしろジェンダー原理主義の問題点を報道する結果となってくれました。やがて、北海道新聞という、まあ、これも大きい地方新聞です。ジェンダーという言葉を使って、私が、まあ、辛い目に遭っているという、そういう、紹介を、丁寧で完璧な書評が出ました。さらには、まあ、週刊新潮という、これも非常に、週刊新潮社自体は、まあ、保守です。右ですね。ここが、の文芸コラムに、週刊新潮の文芸コラムに、私がキャンセルされたことを報道して、言論の自由を売れる報道が出ました。記事が出ました。それはまあ、それを書いたのは、でも私の長年の論敵で、今も対立点のある人なんですね。にもかかわらず、彼は表現の自由を訴えて、まあ、報道してくれたんです。ただ、婦人雑誌は大体、リベラルフェミとクィアフェミの牙城なんですけど、やはりその小説家の方が、この貧乏小説っていうことの、貧乏の小説の面白さという本質をついた書評を出してくれました。だから、まあ、大きい表現の自由の大木を
切り取られてる、まあ、倒れ伏してるわけですけど、その切り株から小さい芽が出てきた、その芽を出そうとしたジャーナリストたちがいたということですね。その後、まあ、トラス首相の誕生がありましたね、イギリスで。その時に東京新聞と毎日新聞が、トラス氏が反ウォーク政策と、まあ、言葉はちょっと婉曲にしてますが、それで女性からの支持を得ているという報道が出ました。この問題がだから、まさに大新聞で報道されるようになった、少しずつ解禁になっているという感触があります。まあ、とはいうものをですね、結局私が長年仕事した雑誌から完全に追放されていることは変わりません。マスコミと学術の固くなさは相変わらずですし、それに従う分断の書き手は従っているわけですね。報道の自由なんて、憲法21条なんていらないんでしょうね。最近も私、日本の解説を以前に書いてもらって泣いて喜んだとか、対談ができて泣いて喜んだとか言っている、まあ、若い作家が複数いて、その人たちを見てみたら、要するにそれは結局私のようなヘーター呼ばわり、ヘーター作家を、まあ、ヘーター呼ばわりしてるだけで、私は正直なだけです。ヘーター呼ばわりされている作家を今まで好きだったということを懺悔するという文脈の中で、昔読んだとか昔好きだったとか言ってるんですね。でもそれだったらもう全く、これでは中国とかのですね、昔の文化大革命と変わらないと思いましたね。だからこの人たちは書き手としての尊厳以前に主語もないし、主観も主権もないんですよ。そう思いました。うん、自分の主語を他人に奪われて何とも思ってないんです。言葉というものについて一切真面目に考えてないんです。そんな人たちに文学者の資格はありません。まあ、最後に申し上げますけど、この問題は女性の生存権の問題であるとともに、地球レベルでの現実認識の、特に言語と現実の関係の、特に主語の危機なんですね。人権というのはそもそも誰のものか、その所有者のものです。その所有者を示す主語の定義が変わってしまうんですよ。男は女である、ジェンダーの原理主義者たちはそう言ってるんですね。これで女の持ってるものは全て男に奪い取られますね。また水や空気のように基本的な女という言葉が変われば、文学ばかりか全ての法律や現実認識まで変わってしまいます。現実を表す言葉がなくなってしまうんですね。私たち女は今、女という国の領土を奪われ、国旗を焼かれ、歴史を滅ぼされ、従来の国語を禁じられようとしてます。ですので、ここから私たちの権利の始まり、本当に最近100年ぐらいのことでしょ、女の人たちが何か所有してるのって。女という主語を守らねばなりません。それはどのようなジャンルの、どんな書き手にとっても、私と敵対する書き手や、私と違うジャンルの書き手にとっても、またどのような男にとっても、女にとっても大切な言葉です。なので、女性である自分の体と書き手である自分の生命を守るために、逮捕されるまで書くだけだと、この本の中にも私は述べました。最後に、まあ一言、今多くのメディアで禁じられ、私がこの語を使ったために糾弾対象となったというある言葉を述べます。I stand with J.K. Rowling。 ありがとうございました。これで終わります。We're now going to hear from the Japanese country contact for WDI, Uno Ishigami, who will talk about a follow-up to this. So over to you and welcome, Uno. I'm Uno Ishigami, WDI Japanese contact. I'm here on behalf of Ms. Shono Yoriko. And the videos recorded last October. So let me add some information concerning current situation in Japan.As Barbara told us today, in Japan, a bill to advocate gender identity is about to be discussed in Diet this month or next, and is currently being met with great opposition by women
and those who realize the danger of this bill, gravity of this issue. This situation is uncertain, but we are against this with all our might. I suppose the worst thing may happen. 2 years ago, this bill was stopped by women citizens, and conservative diet members. The media control at that time has been lifted recently, and media is now gradually reporting on the reality of this issue. This time, however, the bill was submitted to the diet. One of the main reasons for this was that the US ambassador to Japan and the ambassadors of a number of countries had interfered in internal affairs of Japan, as Bemura told us today. Making use of the G7 summit held in Hiroshima, Japan, there were unreasonable demand toward one sovereign country from home and abroad to make a law by the summit. Even if we are able to stop passing of this law this time, we cannot be relieved because there are moves to amend other existing law, the GID law, Barbara said, to pave the way for self-ID to be possible. Ms. Shono Yoriko hopes that her message will be heard in Japan and around the world, and the more people will know the situation in Japan, and it will be part of the force to stop the bill. Please keep your eyes on development regarding the bill in Japan. This is Shono Yoriko Band Novels, which she told on the video. And this one is her new book, Joniku Danshoku, which means male eat, female meat, in which she sharply criticized gender ideology. I'm soon going to write about this book and on WDI website on the page of Report from Japan. Thank you.